サンフレッチェ30周年記念三十島地周遊ブラサンチェ多くの島行きます歌い三つだラビットそっち系じゃないのなんかやってるからね大丈夫ですかなんかすごいね違う気分がいいっす天気いいしやっぱ島はいいっすね何回行っても、うん、空気おいしい、水はきれい、もうちょっとでウサギがいるリフレッシュしたいなと思います、うん、紅葉も見ながらだけども野上はウサギ苦手らしいんだ言わないこれ致命的っす言わない多くの島はやっぱウサギが有名ってことなんですけどねでも今日はもうそう人参でウサギアレルギーなんで多分ウサギ多分触れないと思う長い人参使ってもらって、はい、餌やりしたい その辺もやっぱカメラは追ってほしいですね、うん、野上がウサギをちっちゃくできるかっていうところなかなかやっぱ来ないとこだと思うんで竹原にあるこの奥の島を魅力を皆さんに YouTube を通して伝えたいなと思います子供連れてきたかったんですけどねそうですよねでもねちょっと早いんですよねロケがロケがほら結構いるよウサギいや空気がめっちゃいいあったかいいい空気おはようございますおはようございます竹原市の企画制作家の南谷です今日は大久野島を2人に楽しんでいただけるため精一杯案内していきたいと思いますよろしくお願いしますお願いします大久野島ではシーウォークを楽しむことができますのでお二人にも今日シーウォークを楽しんでいただけたらと思っています、はいこちらは、まあ、シーウォークといって立って乗る電気自動車ということでスムーズに移動ができる乗り物になっております、まあ、今日はぜひこのシーウォークを使って島内の観光を楽しんでいただければと思いますのでよろしくお願いいたします、はい、お願いしますお願いしますえ、すごそう、もう同じ立った位置でぐるぐる回れるぐらい小回りが効きますのでヘルメットヘルメットじゃあ行ってきますお疲れっすウサギがいないぞいやいいっすね海見ながら最高じゃないっすかいやいい天気ウサギが少ないっすねあいるじゃんあん中そう大きいねこの子ちょっと大きいっすねおお、え出てきたよ。ほらほらほら。ほら来た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 。ほら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 。ダメ。めちゃめちゃ逃げてるけど。来たよ。あそこにもいる。えすごい。カズ君そこ行ってください。えすごい色の。カズ君ほら。めっちゃ来ないかなここに。来るよ。めっちゃ来るかな。あそこにもいるもん。カズ君の周りに巻いとくんで。サンクールス仲間呼んだりしないですかねあそこにいるけど全然気づいてないウサギもなんかこうテリトリーがあるらしくて結構あんまり遠くは行かないんだと敏感ですよねウサギってあそうです、ね、ナイーブなあれですもんね社交性あんだガミとは違うねガミはい写真撮ってあげるよ あっちに行きなよオッケーですちゃんとしてるとこ撮ってあげるから遠くね遠くねえか、はい、ヘルメットいい大丈夫、はい、大丈夫どう遠くね最適最適距離ほらほら動くと怖いですよジャグさんいい角度で撮ってくださいよあそのアングル俺もっと下からこう来たいんだよねそう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 うさぎメインにねおお待ってもっと下下下もっと地面から地面からこうこうそ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 うウサギの角度からいかないと手映ってるよ自分のガミがもう警戒心半端ないんだけどいいよよしよしナイスサンチェ君からの指令が出ていますはいいや野上よりは絶対ウサギ来ますよこれ来なかったらもうねやばいっすこれやばいっすまあまあまあ結果で示しますまあまあねそうね、はい、絶対勝ちますよし行ってみましょうはいとりあえず一匹ずつ集めていこうほいえそれは違うじゃんほいで
匂いわかんない。はい。違う、こっちに寄せてるんですよ。いっぱい集めなきゃいけないから。いや、せこいせこいせこい。もう集まってるとこっすよ。いや、でも逃げる、ほら。集団になんない。なんか掘ってる掘ってる。ほら、見て。終了。手なずけてるから。ほら、もう穴掘った最中のウサギにあげてんだから、こっちは。反省？あ、判定？いや、判定の前に反省じゃない。これサンチェのお題の反省でしょ。判定の前にどっちのあげたご飯が美味しく食べれてるかっていう企画になってると思う。いや、あれはあげすぎ。めちゃ食ってるもん。あれはあげすぎ。あれはダメっすよ。多分あれ3日は大丈夫。3日はお腹いっぱいある、あれ。ほら。はい、それでは結果発表したいと思います。はい、柏選手。よっしゃ。何匹ですか。え、あ、なんだ。あ、聞いてくれ。あ、聞いたやつか。なんで俺の名前呼ばれたから俺勝ちかと思って。まあまあ何匹、まあ、5匹ぐらいじゃないですか。いや、そんなにない。多分この辺界隈にいたウサギが5匹で全部5匹来ましたから、集まりはしなかったですけど1匹1匹。はい、じゃあ野上選手。僕も同じぐらいですね。 1,2,3,4,5,6。いやいや、いない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 。木しかない、木しかない、木しかない。でもなんか1匹だけ野上にすげえ痛い、ね、一番手なずけた。そうそう、ウサギはいた、まあ、あそこ加点ポイント。そう、あの子ね、うん、あの子も人見知りなんです。じゃあそれを踏まえての結果をもらいますか。はい、じゃあ、今回の勝負は引き分けっていうか泥がい泥がい痛み分けがい。じゃあお二人にはカフェでソフトクリームの方味わっていただきたいと思います。あ、引き分けだから両方もらえるんですか。半分ずつ。よっしゃ、半分ずつ。よっしゃ、シェアシェア。こちらがウサギの鼻くソフトです。鼻、はい、鼻くソフトです。鼻くそ。はい、鼻くソフトです。え、すごい。ついてるお菓子がウサギの鼻くそです。鼻くそこんなでかいんですか。はい。ウサギのうま鼻くそ。いただきます。勝利のアイスクリーム。うま。いやいや、勝ってない。勝ってないし。うまっ。あー、あれだね、これ。これピーナッツ、ピーナッツ、ピーナッツみたいな。これうんちじゃないから。鼻くそだから。これなんすか、これ。チョコ溶けてる、溶けてるもん。お供しますか。また来たいっすね、これ。一日だ。びっちゃびちゃだよ、これ。ウサギどうですか。ウサギ思ったよりいなかったファミリーで来たら最高、うん、デートでも最高、うん、なんかいいパターンあるね、いっぱい、うん、なんかね大久野島をね語りたいんだけどね。びっちゃびちゃなんすよね、これマジで。え、でも来年ね、うさぎ年なんで。あ、そうなの、うん、え、うさぎ年なの。じゃあ来年がウサギ年。俺ウサギ年なんだけど。あ、マジっすか。あ、じゃあなんか知ってんのかな、なんて。だから来年。あ、そうか、36。ウサギ年なんで。あ、一周して3回り目か。ウサギ年か。ウサギ年。じゃあ来年また来ないとダメ。うん、ブラサンチェで。はい、ブラサンチェでウサギ年。ねえ、飛躍の年にしたい。飛躍の年にしたいから、これ。ウサギ年だから、多分来年はバーンって来ると思う。またみんなが来れば、ウサギもね。そうだね。また戻ってくると思う。いっぱいね、来ていただいてね。キャンプもできる。釣りもできるし。ブラサンチェ、僕らやるんで。大久野島といえばこの2人っていう、うん、位置づけしていきたい、うん、この天気。次釣りと海水浴場と展望台と、うん、歴史と、うん、自転車盛りだくさん、うん、自転車盛りだくさん。夏はプールもあるみたいだから、うん、盛りだくさんで、うん、1時間半番組やっていきましょう。うさぎの島、大久野島へ、うん、ぜひ皆さん、ぜひ皆さん足を運んで過ごしてほしいなと思います。楽しかったです、ありがとうございました。これをもちまして、そしては吉海と野上幸のブラサンチェ大久野島編は終わりにいたします。バイバーイ。ブラブラサンチェ、またバイバーイ。好評発売中。いや、発売してません、はい、野上と柏のサイン入りマスク4枚ずつプレゼント企画です。プレゼントします。おーい、概要欄を貼っておきますんでここまでお願いします、はい、ここまで、はい、ブラサンチェ。